はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオは、JFMD の、行動中心アプローチの第2週の3本目のビデオになりますね。はい。この前のビデオでは、このキャンドゥステートメントで、レベルを決めるためには、対象と、それから条件のこの2つが重要であるという話をしましたね。それでは、具体的に、A1 レベルに限定して、じゃあ A1 レベルっていうのはどのぐらい、どういうものなのかっていうのを、例をですね、3つぐらいご紹介しながら、そのレベル感というのを、共有してほしいと思っています。共有したいと思っています。で、これ、例の1ですね。はい。はい。A1 レベル、具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。具体的な欲求。例えば、トイレ行きたいですとか、お腹減りましたとかですね。そういう感じですよね。はい。それから、これは2番目の例ですね。自分や他人を紹介することができ、どこに住んでいるか、誰と知り合いか、持ち物などの個人的情報について質問したり答えたりできる。これが、A1 の2番目の例です。全体的な尺度としてね。で、こちら3番目はですね、この条件が非常に、はっきり書いてありますね。もし、相手がゆっくりはっきりと話して、助け船を出してくれるなら、ここまでがこの A1 の、もう典型的な条件の、文ですね。はい。助け船を出してくれるなら、簡単なやり取りをすることができる。はい。まあ、A1 レベルっていうのは大体こういう感じです。はい。要するに、特にやりとりに関しては、相手が普通の、ネイティブスピーカーが自分の、話したいスピードで話したら全然、やりとりにならないわけですよね。だけど、相手がこういうふうに、気を使ってくれたら、会話ができるようになるというわけです。はい。ではですね、これを、先週ですね、前回、キャンドゥステートメントを、作ってもらいましたので、それを、この CDS、あ、すいません。前回作ってもらったのは行動リストですね。はい。行動リストを作ってもらったので、これをキャンドゥステートメントに、する。それがこの第2週の、一番大事な、やることですね。はい。で、まずですね、A2 とか、B1 とか、そういうレベルがよくわからないっていう人はもう、多分 A1 レベルで始めるのが一番いいと思います。なんでかっていうと、やっぱり、一番ニーズが多いのは A1 レベルですからね。はい。それから A1 レベルは、一番下なので、少なくとも下の部分は、みんな共通なわけです。どこから先が A2 レベルで上に、できないかっていうのはわかんないけど、下の部分は、みんな共通なので、わかりやすいんじゃないかと思いますね。で、それ以上の A2 とか B1、B2 のレベルで、それで作りたい人は、各レベルの特徴的な表現という、ファイルを僕が作りましたので、ちょっとそれをですね、ご覧いただければ、どういうものかがわかるんじゃないかと思います。はい。今、ちょっとですね、ネットが遅くてすみません。はい。この、ドキュメントでは、まあ、A1 だけではなくて、A2 とか、B1、B2 で出てくる、特徴的な表現をリストにしています。はい。ここをですね、カチッとクリックすると、この、それぞれの、レベルに行くことができますね。はい。A1 で出てくる、特徴的な表現はこういうものです。はい。それから A2 ではこういう表現が出てきますね。そして、あれ？あ、はい、出てきた。ちょっと時間かかってきましたけど、はい。B1 ではこんな感じ。そして、B2 ではこんな感じっていうふうに、特徴的な表現がありますので、それを見たら、それぞれの、CDS ですね。それぞれのレベルの CDS が書きやすいんじゃないかと思います。で、ですね、日本語の初心者には難しいと思ったら、この A1 レベルになるように条件とか対象をつけてください。そして、文末のね、するというのはできる。食べるだったら食べられるとかね。そういうふうに変えると、CDS に、作ることができますね。はい。それでは以上です。